はい、どうも、黄色担当の谷口ジョーです。サニティボムズです。間違えた、もう一回やらして。なんでだよ。はい、どうも、サニティボムズ、黄色担当の谷口ジョーです。はい、どうも、キューティカル、気候士、青色担当、田口です。はい、どうも、永遠の18歳、赤色担当、美濃舞学です。面白い。こんにちは、緑担当のニコラスです。面白いよ。イェイ。はい、髪切った中学生に戻りました。白い担当の森健太です。ザイク、イエーイ。りょう。ということでね、ということでね、今回ね、緑担当を背負ってね、マスクしてるわけですけどね。まあ、ズームミーティング第3回。皆さんね、一緒に盛り上がってください。それでは動画いくぜ、レディゴー。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はみんなにワードウルフというゲームをやってもらいます。各メンバーにチャットで俺からあるキーワードを送ってます。ただ、その中で一人だけ違うキーワードを送ってます。誰に何を送ってるかわかりません。全員で探り探り、誰が一人違うワードなのかを探り合って3分間、自由に探り合って3分後、全員それぞれ答えを発表してください。じゃあ3分間、用意スタート。俺は結構お世話になってるけどね。俺も結構お世話になってるの。お世話になってるんですか、ね、なんか結構あれだよね。髪型特徴的だよね。そうね。うん、古いやつですか。なんや、古いやつってお前。あの、アニメ。古いやつってなんやお前。イメージどう、イメージ。イメージ、うん、イメージ頑張ってる。どういうこと？頑張ってる？頑張ってる。頑張ってる。頑張ってる。ああ、これやらかしたな、これな。頑張ってる。これ言うとやらかしたな、これな。キャラクターとして頑張ってない。どういうこと？え？言うともやばいぞ。やばいな。早いな。だってニコラスとアニメついてるじゃん、どう。アニメ。そうです、うん。アニメでは。結構頑張ってる。頑張ってる。頑張ってるって何？どういうえ、そのキャラクターとして。俺も話すまでもねえよ、俺も。キャラクターとして。キャラクターの個性を出すために頑張ってない？そういうアニメだっけ？え？待って、俺絶対一緒な気がするんだけど。情報ちょうだい、もっと。大家族。え、いや、一緒。うん、一緒だよ。一緒大家族。あ、待って、じゃあ一緒だよ。主人公の年は何十代ぐらい違う、ごめん。違うって。もともと探るっていうややこしいゲームに、お前のややこしさ出してくる。余計わからんわ、お前。じゃあ分かったよ。イメージカラー言ってみよう。イメージカラー？イメージカラーって。ああ。イメージカラーわからんな。全員で、誰が一人だけ違うワードを送られてきた人だと思うか。じゃあ、俺がせーのって言うから、せーので名前言おうか。せーの。りょうさん。ガク。ガク。絶対一緒。じゃあ全員で送られてきたワードを発表してください。せーので今いきますよ。せーの。サザエさん。サザエさん。うわ、りょうか。ほら、やっぱそうだ。俺は刺したね。俺髪型で刺したよ。全くバカバカだよ。サザエさん、頑張って。りょうさん、髪型、特徴的な髪型って言ったらすげえなんかニヤニヤしながらうんうんって言ってるの。え、りょうがサザエさん側だったら頑張ってるってわかるでしょ？頑張ってるはわからん。主婦としてね。なんなら多分、ちーまる子ちゃんの方が頑張ってるもん。俺はちょっと乗っかろうか思ったわ。一瞬乗っかろうかな思ったけど。もう一回だけやってみる？はい、もう一回やりたい。はい、来ました。はい、来ました。はい、じゃあ3分間。いきます。よーい、スタート。
方向音ケントの好きか嫌いか、皆さん好きか嫌いか。はい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 。はいはい。好きか嫌いかね。好きか嫌いか。好きか嫌いかね。はいはい。これ一人ずつ言ってこ。はいよ。はい、そうだね。ゆうとからどうぞ。あ、俺、好きか嫌いかで言うと、うん、まあ、嫌いかな。あ、はいはい。あ、わかりますもん。そうね。何で言ってんだよ。だよね、だよね。ぶち殺すぞ、お前。ニコラスどう？割と好きです。あ、はいはい。え、ケントは？俺も、うん、うん、まあ、割と好きかな。おうほうほうほう、おうほう、はいはいはい。ガクは？もうめっちゃ好きです。おい！あ、だよな。めっちゃ好きです。もうガクだけでよ、お前。かわいいわ、お前。おちょいな。かわいいやつだ、お前は。何が欲しいね、お前。言うてみ。え、でもこれ違うやついるんだよね。違うやついる。あ、俺言っていい？いいよ。大好き。うん。大好きだよ。俺がもらってるワードだったとしたらやばいよ。いや、そのままだよ。ごめん、申し訳ないけど。申し訳ないけど、もう一緒だよ。絶対そうだよ。絶対そうだよ。ああ。すいません。どこの筋肉が好きか言おうぜ、一回。筋肉ああ。うん、いいよ。かっこいいよ。腹筋。なんだっけ、わかる。わかるわかる。は？細いけど、うん。筋ちゃんとある腕の肉は二頭筋かな。はい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 。細いけどはいらんな、別にな。力持ってるけど、ちゃんと。え、言うと？俺？たまっ！おいおい。はい、終了。はい、じゃあ発表してください。はい、行きます。せーの。ニコラス。りょう。え？言うと？大ニコラスやろ。ニコラスだと思う。あ、正解を、じゃあみんなで何のワード送られてきたか発表してください。ください。せーの。ゆうたではねえ。ゆうた。ごめんごめん、嘘。俺、ゆうとってきた。ゆうとさん。え、待って。りょうが？ゆうとってきた。ケントが？ゆうと。あれ、ニコラスが？ゆうと。ガクが？ゆうとさん。あ、りょう、りょう。俺、りょうのこと大好きやで。俺、りょうのこと大好きやで。いや、違う。え、お前ら全員乗っかったの？いや、俺さ、最初、ゆうとが方向音痴って言ってさ、え、りょうだから。俺、ゆうとが外れてると思ったんだよ。うん、俺も。そしたら、みんな乗っかるから、あ、俺が違えんだと思って。りょうが方向転換して自分のことだと思って大好きとかって言ってんのが面白かった。で書き回してぐちぐちにしちゃったじゃあね、第3回ありがとうございました。ぜひ次回もお楽しみください。楽しみください。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。